ワインの皆さんです。どうぞお願いします。これから歌わせていただく曲はボイスオブスターという曲名なんですが、こちらの曲は物事を始めるきっかけとして聴いていただけたら嬉しい曲になっています。それでは聴いてください。マーティームーンさん作詞作曲でボイスオブスターと。それでは自己紹介をしたいと思います。じゃあゆうかちゃんから。はい、
フェアリーズとももクロが大好きな YOY の妹ゆうかです。よろしくお願いします。はい、先ほどですね、皆さんが歌っているところをステージを拝見いたしました。皆さんとても元気で歌っていて、とても勇気と元気をもらいました。はい、YOY のあさこです。よろしくお願いします。はい、YOY1 位、歌がすごい苦手なナナです。今日はカラオケ大会ということで、たくさんの方が歌を披露していて、すごい歌が上手で羨ましいなって思いました。 YOY のナナです。よろしくお願いします。はい、歌うことが大好きな YOY のマルチプレイヤーマイカです。よろしくお願いします。はい、歌とダンス、アニメが大好きな YOY のパワフルフリーのミユカです。よろしくお願いします。カラオケではよく一人でももクロの曲を熱唱して友達に惹かれてしまいます。 YOY の宮下安藤桃香です。よろしくお願いします。はい、そして萌え子を含めた7名で YOY です。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、カラオケ大会ということで、私たちのメンバーの中でもカラオケ歌うこと大好きなマイカちゃん、はい、はい、カラオケの思い出あるんですよね。思い出ありますね。ちっちゃい頃に町内のお祭りでお母さんとか友達と毎年なんかカラオケ大会に参加してました。はい。じゃあまさしく今こういう感じの、はい、そうですね。見てみてどうですか、カラオケ見てですか、うん、すごいちっちゃい子、なんかすごいなと思います。なんか踊りながら、私たちも踊りながらなんですけど、もう必死なんですよ。辛いじゃないですか。なのにすごい笑顔でやってて可愛らしくて、すごいなと思いました。はい、そうだよね。私もそう、小さい頃、お花見カラオケ歌合戦っていうのを2歳とか3歳ぐらいの時に出させてもらったことあるんですけど、もう本当に今出てらっしゃった方みたいな感じで、はい、ちっちゃいのに一人で頑張ってここに立ってるっていうのすごい勇気いると思うんですけど、逆にこっちが本当にリーダーが言ったように元気をもらいました。もうみんな本当に笑顔で楽しく歌っていて、よかったと思うんですけど、はい、ぜひ私たちのこのライブでも笑顔で帰っていただければと思います。みんな盛り上がりますか？帰っちゃいましたよ。食べましょう。もう一回、みんな盛り上がってもらえますか？イエーイ。ちっちゃい子もみんな盛り上がってくれますか？よし、元気になってもらえるように頑張ろう。はい、はい、ということで、なってもらうために次の曲を、はい、歌いたいと思います。この曲はこの青れ長岡のある街中をイメージして作られた曲です。それでは聴いてください。ハッピー。ドキドキワクワクしちゃう、これから始まるストーリー、大切抜けたら早く君
まだ温まってないみたいです。まだですかね。はい、はい、次の曲は私たちの振り付けも一緒にやっていただきたいと思いますので、ぜひ、はい、盛り上がって帰っていただきたいと思います。はい、はい、何かゆうかちゃんからみんなにメッセージ。メッセージ振りに、歌詞にイエスをイエスっていう歌詞があるんですけど、それをナナちゃんの大好きな Yes or Yes 訳してみて。 Yes or Yes は訳すとはいかはいじゃないですか。で Yes or No になるとはいかいいえになるじゃないですか。いいえはないって意味なんです、 Yes or Yes だから、イコールやるしかないみたいな。多分このカラオケ大会に出られた方もきっと今しかないとか楽しみたいと思って参加されてると思うんですけど、もう多分この先もそういうことたくさんあると思います。やりたいことはやれることはやれる限りぜひ皆さんチャレンジしていっていただきたいと思います。次の曲は本当に前向きな曲なので、はい、ぜひ聴いてください。はい、練習しましょうか。はい、サビやるしかない Yes or Yes のところで、 Yes or Yes、 はい、右手をイエスオアイエスっていう感じで一緒に上げてください。いきますよ、せーの。あの時の自分が叫んでる、せーの、イエスオアイエス。おー、そういう感じで、ね、はい、じゃあ曲に入りましょうか。はい、はい、じゃあ本番いきますよ。サビのところではイエスオアイエス一緒に、もし跳ねたい方がいれば全然ジャンプしてもらっても構わないので、はい、盛り上がっていきましょう。エースから
さんの手が上がってて嬉しかったです、はい、嬉しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも暖かくなったと思うんですけれども、どうですか？あのエースカラーの中にはあの長岡の市民の方に8番目の色として、まあ、私たちの何人次の8番目の色として長岡を盛り上げていきたい、行っていただきたいという気持ちが込められてます。はい、はい、ぜひ皆さんで長岡を盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあももかちゃん告知お願いします。はい、11月4日に市民活動フェスタに出演させていただきます。そして私たち YOI は期間限定アイドルユニットということで12月24日で解散なんですよ。でその解散も12月24日にここアオーレ長岡にて、ファイナルコンサートをさせていただきます。最後になるので皆さんぜひ応援しにいらしてください。待ってます。お願いします。お願いします。ございます。はい、その他の詳しい出演情報などは私たちの公式ホームページをご覧ください。検索ワードはせーの Y.O.Y で検索してみてください。よろしくお願いします。はい、ではですね、この後といいますかね、このイベントが終わった後に私たちの握手会を行いたいと思います。昨日からですね、YOY のタオルが配布されているんですけども、もう持っている方いらっしゃいますか？ありがとうございます。首にかけていただいたり、はい、してますけども、ピンク色のとっても可愛いタオルなんですが、はい、私たちの活動資金にご協力いただいた方に、はい、配布させていただいてますので、はい、よかったらぜひ握手会いらっしゃってください。はい、お願いします。はい、とドキドキの審査発表だと思うんですけれども、はい、盛り上がっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ分かりましたでしょうか。はい、はい、ですね、私たちがまたあおれというんですけれども、皆さんもですね、私たちの後に続いてまたあおれって言っていただきたい、言っていただきたいんですけれども、皆さん元気よくお願いいたします。はい、それでは準備はいいですかね。はい、それでは皆さん、せーの、また会おうねー、また会おうねー、ありがとうございました。 YOY でした。拍手。はい、皆さん、はい、もう今日はいろいろなね、可愛らしいアイドルユニット、もう年齢も超えてですね、金子さん、ね、はい、ね、いろんな金子さんがね、YOY ね、オーディションが残念ながら、あれ残念ながらね、入らなかったって、